これが内蔵されている SSD に入っているという LinuxOS ですね。こんにちは、こじこじです。今回は前回に引き続き少し遅くなってしまったんですけども、夏休み特別企画、総額3500円で作るジャンク自作 PC の第2弾ということで、組み立て、通電、BIOS までの動作確認を行っていきます。それでは前回紹介したパーツを使って PC 組み立てていきます。その前にまずね、ジャンクでね買ったマザーボードなので、全体的にねホコリとか溜まっているんじゃないかと思うので、ホコリをね落としていきます。で、自作 PC すると必ずねコメント欄で簡単なパーツの選び方教えてくださいとか、ゲーミングパソコンのパーツの選び方教えてくださいみたいな感じのねコメントをいただくことがね多いんですけども、CPU って1年にまあだいたい1回新しいのが出て、2年にね1回ぐらい CPU のねこのスロットの形が変わっているので、互換性が全くねなくなってしまうので、簡単なねパーツ選びの方法っていうのはね実はねなかったりします。で、自作 PC 自体はねすごく簡単になったんですけども、それでもねパーツについては毎年毎年ねちゃんとね知識を追っていって、知識をね踏まえた上で選ぶとねすごく簡単なんですけども、どれがね選ぶといいよとかっていうのはすごく難しかったりします。とりあえずねグリス塗っていきます。今回もいつも使っているこちらを使用します。で、パーツの選び方、一番簡単な方法としましては、まずねマザーボードをね買う、マザーボードを決めてしまうと、マザーボードにはねどんな CPU どんなメモリー対応っていうね仕様がね書かれているので、マザーボードをまず選んでしまうとね大体の方向性がね決まるんじゃないかなと個人的には思っています。あまりPC パーツ、自作 PC に詳しくない人で初めて自作 PC したいよって人は、まずねマザーボードを決めてしまうのがね一番手っ取り早いのかなと個人的には思っています。ちょっとグリス足りませんでした。で、ゲーミング PC パーツ選び方教えてくださいみたいな、おすすめのパーツかな教えてくださいみたいなコメントもあるんですけども、その人によってね求めるスペックのね値が違ってきたりするので、たまに僕もゲーミング PC 自作とかやるんですけども、そんな PC じゃゲーミング PC じゃないみたいなね、ちょっと批判的な意見をねいただくこともあるので、まあ、その人によってね何十 FPS 出ないとねゲーミング PC じゃないとかね、まあ 60FPS 出てれば僕はゲーミング PC だと思うんですけども、まあ、120FPS 出なきゃダメだよとかっていう人もいるので、BTO ショップ、ドスパラさんとかねいろんな会社さんがねBTO マシン出してると思うんですけども、そういうねショップのねゲーミングマシーンのスペックを参考にねパーツ選びしてみると自分に合ったパーツ選べるんじゃないでしょうか。ああいう BTO マシン売っているところってなんとか専用マシン、例えばファイナルファンタジー動作推奨マシンとかって売ってると思うんですけども、そのマシンと同じねパーツを選べば、まあ少なくともそのね推奨マシンとな、推奨マシンっていうか推奨のねゲームは動くはずなので、まあそういうのを参考にするっていうのも個人的にはねありなんじゃないかと思います。はい、ということでねちょっと話に夢中になっちゃってるんですけども、今 CPU クーラーをつけています。こちらマザーボードの裏にねバックパネルでね固定するタイプなので、先ほどねマザーボードの下にねバックパネルを取り付けました。リテール品のね CPU クーラーと違ってこうガッチリとねくっつけることができるので、冷却効率はね非常に高いですよね。はい、ということでネジ締められました。で、ネジ締めの方法なんですけども、多分皆さんご存知だと思うんですけども、対角線上に締めていくのが一般的なねネジ締めの仕方となっています。こう間違ってもぐるりと一周とかじゃなくて対角線上に締めていくのが一般的となっています。で、徐々にねちょっとずつ締めていくのがいい方法で、いきなりね片方ギュッて締めちゃうとかじゃなくて、ちょこちょこ回していく感じとなります。
ってよくよく思ったら CPU クーラーのこのねファンのケーブルが実はこのファンのコネクタに届かない。これ手持ちの延長ケーブルが必要ですね。ちょっとどっかにあったので後で探していきたいと思います。続いてメモリー、マザーボードには必ずこのような感じで A1、B1、A2、B2 のようにリムスロットにね番号が振ってあります。今回の場合だと A1 と B1 この黄色いスロット同士でメモリーを挿すことによってデュアルチャンネルで動作します。黒いメモリー同士でもデュアルチャンネルで動作します。詳しくはね説明書などを見た方がね早いと思います。とりあえずマザーボードには必ずそれぞれね表記があるのでその表記を見るとね分かりやすいと思います。で今回メモリー一応ねジャンクということでね購入しているので接点復活スプレーでね端子を拭いてからねメモリー挿したいと思います。最悪ねメモリーエラーとか起きてしまうともうめんどくさいのでねしっかりこの辺はね下処理をしておきたいと思います。ハードオフでね今回ねほぼねパーツ買ってきたんですけどもコメントなんでねすごいいいもの売ってるハードオフですねみたいなコメントあるんですけども一応ね3ヶ月ちょっとかかったのと何店舗も回ったのでね別に店舗自体がねすごくね品揃えがいいとかじゃなくてまあ、頑張って探した結果です、はい、それではねこうスロットこんな感じでねカチャッカチャッと白いつまみを開きましてメモリーこのような感じでねメモリースロットにこう出っ張りがあってメモリーにねへこみがあるのでそれを合わせて搭載していきます。こちら向きですね。絶対逆差しできないようになっています。上から下にスーパーファミコンや64のソフトを挿すようにこうガチャッと挿すだけですね。はい、続いてもう一本。なんかコメント欄見てたらね最近の若い人はスーパーファミコンも任天堂64もわかんねえんじゃねえか的なねコメント書いてあったんですけど確かにその通りだと思います。じゃあなんて言えばいいんだろう。ゲームボーイアドバンスなら通じるのかな。DS のスロットとはちょっと差し方違うからアドバンスぐらいまでがこうガチャって差してたイメージがあるんですよね。それでは最後の1本。今回 DDR2 のメモリー 1GB をね4枚差しています。メモリーには、まあ、現行モデルで DDR3 と DDR4 があるんですけども最近ね全て DDR4 にね置き換わっているので最新のパソコン組むなら DDR4 ですね。ちょっとここねロック弱かったです。それではこんな感じで CPU クーラーとメモリーが搭載できました。それでは肝心の CPU クーラー線足りてなかったんですけども延長を使ってこんな感じでね接続します。それでは内部に組み込んでいく前にジャンクで買ったケースなのでね一応全体的に拭いていきます。それではまずこちらサイズのね電源搭載していきます。電源容量少ないんじゃないかというコメントあったんですけどもなんとかねグラフィックボード電源容量食わないものだったら動くんじゃないかと思います。パッと見この辺もほどかれた感じがないのでこちらまあ予想通り新品っぽいですね。それではこんな感じで搭載していきます。電源の容量も自作パソコンするときね悩みの種だったりしますよね。一体どれぐらいのね容量の電源買ったら足りるのか。まあ600ワットあればねまあほとんどのパソコンでね足りると思うんですけどもハイエンドゲーミング PC とか組む場合には750、1000ワットあるとね心強い感じがね個人的にはします。まあその辺ね結構電源悩みどころだったりするんですけども今回ねジャンク縛りということでねジャンクで切れそうな電源
これぐらいしかなかったので今回ね 250W ちょっと頼りないかなってね感じもします。続いてマザーボード搭載したいんですけども、スタートが 1,2,3,3 つしかついていないので足りないスタートね立てていきたいと思います。これがね僕の使っているねネジ入れですね。ネジコレクションといっても過言ではありませんね。はい、ということでねスタッド締めていきます。マザーボード、ネジ締める位置がねマザーボードによって異なるので、ちゃんとマザーボード上に置いてね何箇所ネジ必要か、またはね必要じゃないネジが刺さっている場合ね外すなど してねしっかりと固定できるようにしてください。それではいよいよマザーボード搭載します。今回IO のねバックパネルがないのでこのままね搭載します。上からすっぽりマザーボードを置いてネジをね 1,2,3,4,5,6,7,8,9 箇所ね締めるだけです。なんかちょっとマザーボードがね歪んでますね歪んでますね。もしかしたらこのマザー壊れている可能性もありますね。壊れてると最悪ね全く動作しないで終了って感じになっちゃいますね。うわーきついな、それきついな。マザーボードが歪むとかってあるかな。普通こういう風にしっかり固定してるのであんまり歪むってないと思うんですけども。ということでマザーボード固定できました。マザーボード固定できましたらこちらのねフロントパネルの IO ピン接続していきます。邪魔なケーブルは結束してしまいます。こんな感じですね。で、自作初心者さんがつまずきやすいフロントのねパワースイッチ、リセットスイッチ、パワー LED、ハードディスク LED のこのねフロントのコネクターなんですけども、こちらはねマザーボードによって接続の仕方が違うので説明書を見てね説明書通り接続してください。それぐらいしかねアドバイスの仕様がなかったりします。今回のマザーボードだとマニュアルにこのように記載されています。続いてハードディスクを搭載していきます。今回ね 2.5 インチの SATA ハードディスクを購入したんですけども、残念ながらこちらのケース 2.5 インチハードディスクをねマウントする場所が全くないということで、今回はね以前 SSD を購入した時についていたこちらのね板金2.5 インチを 3.5 インチに変換する板金なんですけども、このようなのを使ってねこちらにハードディスク搭載したいと思います。ちょっとメモリーにね引っかかっちゃいそうなんですけども、この辺かな。ここにねファンが入ってるのでこれ以上奥には、ね、いけないので、なんかすっごい出っ張っちゃうんですけども、この位置で固定します。反対側も2箇所固定するんですけども、後ほどね固定します。今ちょっとね開くのめんどくさいなって感じです。それでは SATA のケーブルで接続します。ケーブルはちょっと邪魔なので裏の方にね回しておきます。それでは電源のね配線を行っていきます。電源なんですけども、主電源の24ピンと補助電源の8ピン、あと SATA の電源ですね。それではまず主電源24ピンから接続します。補助電源8ピン必要なんですけども、残念ながらね4ピンしかついていません。まあ、こういう場合でもね4ピンだけつけておけばしっかりとね動くので問題はねないですね。まあ、できれば8ピンという感じのねことですね。
続いて SATA の電源、こちらもちょっと邪魔なので下の方に、まあ、隠す感じでね、這わせておきます。で、個人的にね、あのフロントの温度計の電源がね、こういった感じのよくわからない2ピンのね、口なんですよね。赤と黒のケーブルなので最悪ね、電気流せば OK だと思うんですけども、これは何ボルトで動くんだろう。12ボルトで動くならファンとかの位置にね、無理やり刺しちゃっても動くのかな。ちょっとこの辺ね、わからないので今回ね、刺すのをやめておきます。それでは接続が終わったので内部の配線ちょっと綺麗にしていきます。それでは最後にグラフィックボード搭載していきます。言い訳じゃないんですけども、現行のね、インテル CPU マシンってオンボードでね、グラフィック乗ってるので、まあ、その勢いでね、ちょっとグラフィックボード買い忘れちゃってたんですけども、今回ね、家に眠っていたこちら GT710 をね、搭載しようかなと思います。中古価格で2000円ぐらいでね、販売されているので、まあね、あのジャンクで買ってもグラフィックボード1000円ぐらいするので、まあまあの価格なんじゃないかと思います。特別高くもなく安くもなくといった感じですね。ということで、こんな感じでジャンク PC 組み立て完了しました。それではね、肝心の動作確認、バイオスね、見えるかまで行います。電源オン、再度アクリルでね、クリアなので非常にね、綺麗ですね。あ、なんか一瞬バイオスじゃないのが見えましたね。とりあえずなんかファンがね、全力で回っててうるさいので、ロードセットアップデフォルトをしてエグジットセーブチェンジを行います。とりあえず無事にね、通電確認できて BIOS にも入れました。あ、やっとね、ファン静かになってくれました。お、これが内蔵されている SSD に入っているという Linux OS ですね。エクスプレスゲートということで、こんな感じでね、見ることができます。お、すごい、これすごくないですか。 Enter OS ってどんな感じなんだ。ちょっと Enter OS、 ちょっと勘違いしてたみたいで、 Enter OS を押しても別にね、なんかこっから先の画面に行くわけではなくて、 OS が入ってれば OS 入りますよ的な感じみたいですね。ここから BIOS に入ったり、電源のオンオフをしたり、スカイプ、チャット、フォト、オンラインゲーム、ウェブなんかを見ることができるみたいですね。今 LAN ケーブルつながってないのでどれも使えそうもないんですけど、一応フォト見たいと思います。おお、こんな感じでね、表示されるんですね。これはこれですごい。とりあえず写真がないのでね、何も見えないんですけども、こういった感じでね、GUIの画面あるっていいですね。はい、無事にね、ジャンクの PC 作ることができました。ということで、今回も無事に組み立て通電確認できました。 BIOS と内蔵 SSD に入っている独自 Linux 起動したんですけども、独自 Linux って夢があっていいですよね。インターネット接続さえしていれば、インターネットやスカイプ、オンラインゲームが楽しめるということでね、個人的にすごく気になるので、後日ね、動画で動作確認したいと思います。ちなみに次回以降の動画なんですけども、今回組んだね、パソコンの方に OS をインストールしたいと思います。コメント欄でも何の OS 入れるんだろうみたいなね、コメントあったんですけども、次回まで楽しみにしていてください。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またチャンネル登録ボタンの横にこのようなベルボタンというのがあるんですけども、そちらクリックしていただくことによって最新の動画の通知が届くということでね、次回の動画も見逃したくない人はぜひぜひクリックしてください。またこちらに関連動画があるのでよかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。